五勝山古墳は、大阪市行野区勝山北にある古墳。元は、岡山、丸山の名称であったが、大阪冬、夏の陣で、徳川秀忠が陣を敷いて、勝利を得たことから、五勝山と呼ばれている。何は百景五勝山墳町、約120メートルの前方公園墳である。手塚山古墳、茶臼山古墳と共に、上町が一条に現存する主要古墳の一つである。 公園部の噴球は、国土地理院の標高点では、標高14メートル、公園内の看板の表記では、標高13.25メートルであり、大阪御邸山のうちの一つとされている。現在は、古墳の中央を、勝山2が貫いている。古墳付近は、少し盛り上がっている。南側の前方部は崩されて、岡地山南公園になってるが、北側の公園部は原形を止めており、 五勝山公園の一部となってる。公園部の東側は、桑津街道、鶴橋街道、都市のり街道の公典となっており、かつては交通の要所であった。この古墳は、大正橋命の墓であると言われているが定かではない。説明書所杖巻山の岡山の坑には、大古橋命の描所と記されている。江戸時代以前は、岡山とも丸山とも称していた。 摂津名所図へ大成間記録には、今岡村の岡山という、前伊開野の丘の略語なりと記されている。戦国時代には、大阪本願寺の出城である丸山城があった。大阪冬の陣において、将軍、徳川秀忠が陣を敷いて、勝利を得たことにより、岡山を改め五勝山と称したのが、名前の由来である。 明治になると、大阪府立農学校の敷地の一部となり、北側は昭和23年から、お勝山公園として利用され、南側は昭和8年から昭和43年まで、大阪管区気象台として使用され、昭和49年よりお勝山南公園として利用されている。五勝山古墳五勝山公園石碑。 何は名所図五勝山東古墳は過去に3度の発掘調査が行われている。1931年に大阪府における主要な古墳墓として、チャウス山古墳、手塚山古墳らと同時に調査が行われた。この当時すでに勝山2が開通しており、1890年には大阪府立農学校が当地に移転した関係で南側の前方部は切り崩され、 原形を保っていなかった。しかし北側の公園部は、噴球や堀が残っており、調査の結果、全体の外形としては、長軸約110メートル、公園部は、計約54.5メートル、高さ約7メートル、首レブの幅は、約36.5メートル、集合の幅は、約15から18メートル、南北の噴球の残りは、約73メートルと推定された。 1973年に短期の発掘調査が行われた際、陶器の破片などが発見されたためやはり古墳ではないかとの期待が高まったが、調査機関や予算の都合などにより詳細な調査を行うには至らなかった過去がある。1990年の調査で大阪市域では最古とされる縄文時代前半の土器破片が発見されたことにより、この付近は 勝山遺跡と名付けられた。ありがとうございます。